こんにちは、マスです。今日はね、この間注文したウィンドシールドが届いたので開封します。こんな感じのちょっと短めのウィンドシールドですね。素材はアルミニウムでできてます。今日はね、このウィンドシールドのレビューを撮りたいのであって、見てください、これ皆さんね、金属製のキャンプギア購入された方、経験あると思うんですけども、このシール剥がすのすごい面倒くさいんですよ。きっちり隙間まで貼ってあるんで、こうなかなか剥がれないんですよね。もうこれね、面倒くさいんで、これ焚き火の中にね放り込んで、もうこのナイロン部分をもう燃やしちゃおうかなと思うんですけども、そうすると一体どういうことになるのかっていうのをちょっと実験してみたいと思います。で、今はねワイヤーボックスでいい具合に火がついてるんで、ここに早速この新品の青いシートがついたままのウィンドシールドを放り込んでしまおうと思います。ウィンドシールドの素材はアルミ製なので、あんまり強い火にかけすぎると溶けてしまう可能性があるので、少しずつ素材自体に影響が少ないように気を配りながら燃やしてみようと思います。ではやってみましょう。ドキドキしますね。どうですかね。熱を加えた途端にキューッと縮むのかなと思ったんですけども、実際に入れてみるとそんなに一気に燃えたりはしませんね。ちょっとこの辺りが剥がれてきてるの分かりますか。溶けて剥がれるというよりもアルミニウム自体にへばりついていってる感じですね。青いシールが溶けて折りたたまれてるこの面がくっついちゃってます。パリパリって剥がれます。ただね、このブルーのシールはアルミの板にしっかりくっついて剥がれ落としません。こんな感じですね。アルミの変形が激しいですね。お、火がつきましたね。ボーボーについてますね。燃えてますね。そしてアルミが溶け始めてます。変形が激しいですね。綺麗に燃え尽きたんですけども、その分アルミが柔らかくなってぐにゃぐにゃになっちゃってますね。燃え移りましたね。
ここまで来ると一気に燃えるんですけど、燃えた後アルミがかなりぐにゃぐにゃになってます。青色のシートはだいたい燃え尽きたようですね。はい、ということでね、外がだいぶ暗くなってきたので室内に移動してきました。これが焚き火で燃やした後のウィンドシールドです。青いシートはもうすっかり燃えてるんですけども、だいぶぐにゃぐにゃになってます。それからつなぎ目のところに入っていたこの金属製の棒もだいぶ抜け落ちていますね。まあ、ここはちょっとまだ焼け残ってますね。このままだとちょっと汚いんで、トイレにあったウエットティッシュ、これで軽く磨いてみようと思います。まずこの焼け残っているところから拭いてみましょうか。だいぶデコボコして汚い感じですね。もともとのアルミが薄いせいもあるんですけども、拭くとぐにゃぐにゃに曲がっちゃいますね。拭いても青色だったナイロンは拭き取れることはなく、ここにへばりついたままです。この綺麗なやつは でもね、変形どころかここ溶けちゃってますね。わかります？ここも溶けてしまってますね。はい、元の形に組み終わりました。変形してる分は指で少し押すだけで簡単に元に戻るんですけども、この溶けちゃってるところですね、ここはもうどうしようもないですね。せっかく青いシートをきれいに焼き切ろうと思ったのに、こういう焼け残ったところがすごく汚いです。結局これまた頑張ってこすらないといけないので二度手間になるんでしょうね。はい、ということで新品のキャンプギアを買った時についているあの青いシートはそのまま焚き火の中に突っ込むと汚くなる。そしてシートが発火するまで火で炙り続けると薄いアルミニウムは溶けてしまうっていうのが検証結果でした。